一体何が目的でこんなことを。今までは私の好きなようにやらせてくれたのに。いえ、無償で放置していたわけではないか。ソフィア暗殺もそうだし、過去に何度も非人道的な命令を言われては対応していた。ある意味それがお母様にとって私を自由にする条件だったのかもしれない。ご主人はメルトリア一族ではない。それどころかご主人に私という存在をつけたのにもお母様のこと、必ず意味がある。メルトリア一族として認めるわけにはいかない。その言葉が吉と出るか、凶と出るか。模写子のくせに母上の考えも理解できないか、哀れなものだな、一番下の妹。久しぶりに母上から呼ばれたと思えば強制帰還させられた愚昧の件、しっかり第一位の手綱を万全の状態で持つのがお前の役割だろう。トーニー様、あなたほどの地位の方もお母様から呼ばれたのですね。私のためにわざわざ足を運んでもらえるなんて光栄です。思ってもいないことを言うな、お前みたいな狂った感性を持っている奴がまともな思考をしているわけないだろう。今回は全員招集だ。だがお前みたいな奴の顔をわざわざ見に来る者好きはよくないだろうさ。せいぜい母上の決断を自室で待つといい。要は今回の戦いと結末、興味があるからな。兄弟全員招集、そこまでですか。つまりご主人とソフィアを除く帝王人候補全員が集まるってことですか。力を失った代償はここまで大きいものか。それもそうか、ご主人に伝えるために生まれた存在の私が満足にご主人の要望を応えられない。そんな状況が続けば死刑放棄と言われても否定できるわけもないですね。正直私のことなんてどうでもいい。ご主人が心配です。ご主人、無事でしょうか。はあ、死刑でも一族追放でも何でもいいですけど、ご主人の隣に返してほしいですね。魂になってでもそばにいたい。え、誰もいない？指定された時間30分前なのに。せいぜい5分前だろう。相変わらず真面目がすぎるな、メルリア。ルトア兄様、お久しぶりです。ですがルトア兄様は私よりも早くにこの部屋にいましたよね。そうだな、だが目的が違う。自分の場合、1ヶ月前からここにいる。今回はたまたまだ。相変わらずなのですね。双子のメルメア姉様とは一緒ではないのですか。あんな奴と一緒にするな。同姓同様最深刻を動かし回って世界中うろうろしているだろうさ。落ち着きのない。ならルトアは一切動かないだらしない愚弟じゃない。双子としてくくられるのが私にとって最大の恥だわ。メルリア、報告の評判は耳にしているわ。メルトリア一族にはない優しさがあなたの長所とはいえ、ただ国民に好かれるだけの女帝では真の意味で国民を守れないものよ。メルメア姉様は相変わらず探求心がすごいですね。毎度全知全能を超える経験には頭が上がりませんね。だから今回の件、ママが全員を呼ぶほどのこと、好奇心が抑えられないわね。ジェフ、元気だったか。もちろん僕は元気なものさ。今回はメルトリア一族だけというのは残念だ。第1位と第12位は僕と同じ能力とオーラを好む者同士、積もる話もあると楽しみにしていたのだがな。メアトル兄様、どこから出てきてるのよ。見てなかったか、母上の控え室の扉だ。さっき挨拶していたからな。さすがメアトル兄様、あの勢いの良さは私も見習いたいですね。あんなの品がないだけじゃない。能力という芸術点だけは一目置いてるけど。いや、アリル、いたの？アーが入ってきたと同時にメアトルが入ってきたから気配が消えたんだろうね。アリル姉様はあまり自己表現しませんからね。止まらないぜ、話すならせめて定位置で話して、ただでさえ声がうるさいのに。お、母上との挨拶は済んだのか。せっかく会えたのだからもう少し堪能していたらよかったものを。母様にとって私の経験してきたことなんて面白みのない退屈なもの、長話をしないのが母様のためよ。リルル、なんか声変わった。生体保護ね、言葉が通じるなら声なんてどうでもいいでしょ。過保護だな、そうやって一体どれほどの保険を自分に設けているのかな。ぜひその価値観について語りたいね。私から話すことはないわ、せいぜい自分で試してみたらいいじゃない、できないことはないでしょう。あらあら、なら私と語り明かしてみる、楽しい話がたくさん聞けるかもよ。アルメト、いや、問題ない。あらら、振られちゃったわね、ルトア兄様と話せるいい機会だと思ったのに。滑稽ね、あなたみたいな気分で性別を変えたり、別種族になる変態とは基本誰も関わりたくないのよ。あら、国民からは大絶賛よ、今後深刻、他種族文化を許容するためにはその種族を体験するのが合理的じゃない？知らないわよ。想像しいな、一癖も二癖もある兄弟が揃うと普段堪能できない空気を感じることができるものだな。リトア姉様、相変わらずの威厳ですね。聞いてますよ、リトア姉様が建国した国の発展は素晴らしいものだと。どの国のことかわからんな、私が作った国は数えきれないからな。どれもですよ、各国別の文化で進化を遂げているのにどれもが世界的に見ても大規模でハイテクノロジー、建国においてはトア兄様よりも優れてると私は思いますよ。トアは気分屋だ、少しやる気を出せば私のやっていることなんて私がかけた時間の3割ほどでできてしまうだろうな。トアはそういうやつだ。
それよりトアはどうした？メリアは不参加とは聞いているが、トアはまだ来ていないのか？もちろん来ているさ、リトア。こうやって顔を合わせるのは数十年ぶりだな。各自が帝王信仰補として自身の思い描く世界を実現させるために日々活動している。我々は血の繋がった家族であり、帝王神という敵を奪い合う敵でもある。故にこのような場でなければお互いを蹴落とし合うこともいずれ起こり得るかもしれない。帝王神候補序列11位、崇拝の鳳凰、メルリア。帝王神候補序列9位、芸術の妙王、アリル。帝王神候補序列8位、不滅の栄王、グトア。帝王神候補序列7位、金光の天皇、メルネア。帝王神候補序列6位、守護の豪王、リルル。帝王神候補序列5位、壊滅の逆王、アルメト。帝王神候補序列4位、天皇極星王、アルメト。帝王神候補序列3位、神域解除帝、リトア。この場には不在だが実質にいる帝王神候補序列10位、天地の皇王、メリア。もうすぐに帝王神メルトリアがこの場に立つ。気を引き締めろ。気の緩みは帝王神への冒涜と重々理解することだ。そこまで気を張る必要はありませんよ。とは、今回玉座ではなくここで話すのは帝王神としてではなく、あなたたちの母親としてこの場に立つのです。気を楽にしていいわよ、とは。さあ、どこをどう話したらいいか。正直未だに私は迷っている。だから母としてあなたたちにとは、メリアの本来の役割を知っている者はどれだけいる。知らない者、興味がない者もいるだろう。本来メリアは、実力という分野と帝王神の適性という分野に関してだけで言えば上位4位以内には入る存在、私の生き写しなのだから当然ね。ならなぜ10位なのか、それはメリアの使命は帝王神にさせることでは一切ないから。この世界に生まれた二極性のイレギュラー、この世界を繁栄に導く性のイレギュラー。それが帝王神候補序列1位、最天法天帝、パト。逆にこの世界を壊滅に導く負のイレギュラー。帝王神候補序列12位、異質の最下、ソフィア。この二人はメルトリアとは一切関係ない、私の感覚から離れ、そして私の常識を脅かす存在。メリアが生まれた当初の理由はパトのそばに置くことで最も必要となる存在にさせ、メリアを通じて私がパトをコントロールすることだった。そしてメリアを産んで次の年にパトという良きイレギュラーに対抗するようにパトと同等のイレギュラー性を持つソフィアが生まれた。だから私はソフィアもメリアと接点を持たせ、メリアを通じてソフィアというイレギュラーをコントロールするつもりだった。だがソフィアは私ですら壊せない力を持ち合わせ、パトはメリアが霞むほどの才能をさらに開花させた。現状のパトにあった、もうすでに私の理解できない次元にまで立っている。そしてその次元に立ったことでメリアという存在価値が私の想定よりも衰えていた。このままではメルトリアからパトが感覚から離れ、私ですら想像のできないことが起きるかもしれない。故に取り返しがつかなくなる前に私は手を打ちたい。三つの役割を与える、そして各々でどの役割を担うか決めてほしい。一つ、パトに刺激を与え、メリアに依存させるように誘導する。二つ、メリアに接触し、需要を高めさせ、パトの元に再度返す準備をさせる。三つ、今回の件に関与せず、だが邪魔もせず、外部からの接触を阻止し、行く末を見守る。言っておく、パトが敵になればメルトリアの破滅は必然、忘れたとは言わせない。まだ赤子だったパト相手にその場から動かすこともできずに全員敗退したことを。今のパトは才という分野だけで言えば以前のパトですら塵のように小さなものと感じるほど膨大。それが今はまだ開花していないが、開花も時間の問題。変に触り最悪の形で覚醒させる可能性だってある。抑制のできない才は害悪でしかない。時間を与える、子供たちで話し合い、私に報告しなさい。この件の責任者を帝王神候補序列に、完全無欠王、とはに委ねる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。